どうもこんにちは、ヒロッキーです。今日紹介する商品はこちらです。チー、スタバの何だっけ、桜なんとかと、普通にもう一個買ってきたんですけど、普通にこれ紹介してもちょっと面白くないんで妹にドッキリをしたいと思います。まずどっちか一つ飲み切って、でヒロッキーオリジナルのヒロッキーバックスを作って妹に飲まして、でバレるのかバレないのか検証していこうと思います。イエーイ。とりあえずこれ全部飲み切らないと悩んで飲み切ります。これはとりあえず冷蔵庫を入れときます。それじゃあ作っていきます。まずね、まあスタバといったらまあコーヒーでしょ。コーヒーだから、このコーヒーの粉をまず入れて、コーヒーの粉を入れて、次にまあ砂糖でしょ。甘くないとね、ちょっとフラペチーノっぽくなんないでしょ。で、お湯で混ぜます。牛乳を入れて、おーすげえ、あ、スタバっぽくね。あ、うまい。あ、これ気づかないんじゃね。うめえ。まあこいつがただうまくても面白くないんですよ。そこで登場するのは、見るわ。そう、そのまま入れちゃうとさすがに、やば。久々に見たな。よ、久々。そのまま入れるとちょっとバレちゃうから、これを粉砕して、でこの中に混ぜたら絶対わかんない。あんま入れるとバレるから、程よく入れて、ちょっとくらい入れてきゃバレないんじゃないかな。あー、うん、あ、この辺でやめとこう。完成しました。これ今から妹に飲ませようと思います。じゃあね、妹に連絡して「スタバ買ってきた」って言ったら、多分すぐ飛んでくると思うんです。飛んで帰ってくると思うんですよ。もしもし、今ね、スタバ買ってきたんだ。あ、そうなの。そう、2つ、うん、1つは新商品で、うん、でもう1つは普通のやつなんだけど、うん、飲みたいな。普通のはコーヒーのやつ。じゃあ車でちょっと飲む。溶けるね。あ、もうちょっと、もうほとんど溶けちゃってたよね。え、飲まない。今日はね、飲めない。感想をもらいたいなって動画で。ああ、そう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 。ああ、なるほどね。じゃあ、終わった。いいよ。じゃあ、すぐ行こう。うん。着いたらまた。あれ、教えろ。はい、うん、はい。じゃあ、早速行ってきます。イエー。あ、新しい検索のやつ。で、これ普通のやつ。もう、今まで桜飲んだことなかったんだけど、苦手な味じゃない。だよね、普通に、うん、美味しい、うん、これ普通のコーヒー、普通のコーヒー、うん、普通のえ、美味しい。エンドなんか、普通の方が好き。これもうまくない？うん、でも、いや、セブンのコーヒー飲めばいい。セブンのコーヒーの方がうまい。え、もういい。あ、いいよ、ありがとう。